あ、もう撮ってるんですね。あ、撮ってますね。あ、撮ってますね。ちょっと鼻がまっすぐなりましたけど、ちょっと腫れてるっていうか、まだなんで、ちょっと大丈夫ですか、映像的に。ちょっと、治りましたね。治りました。これこっちだったんで、はい、多分、もうちょこっち今腫れてますけど、もう少しでまっすぐなると思います。うわー、すごい。治りましたね。はい。はい、へー、今、あの、綿入ってるんですよ、鼻に。鼻に綿が入ってる。なぜっていうか、多分血が出てくるから、マイティッシュ持ってきました。やばいですよ、鼻水止まんなくて。マイティッシュ。マイティッシュ。これ高いやつで、あの、しっとりするやつなんで。写真びっくりしましたよ。何の写真？ツイッターに上がってるのに。あ、あれ？まあ、晴れはだいぶ引けて、鼻水も土日はすっごくて、外出るのも辛い感じだったんですけど、昨日ぐらいがだいぶ良くなって、で、金曜日もう一回行ってくるんで、またでガーゼ取ってもらってみたいなところですね。確かに、はい、今、左鼻のところなんか出てますね。どうですか？こっち側の鼻穴からなんか出てますよ。これですね。うん、はい、あ、綿だ！綿です、これ。え、はい、今、鼻水出てるから映しちゃダメかなと思ったら、はい、普通に綿なんですか？これ綿です、これ。あー、あのガーゼですね。血が出るから、ここで一応ガーゼしとかないと。あ、うわわわわわ、両方入ってる。うわわわわわわわ、うわ、はい、これ映せないですね。映せないと思います。今日は一日インタビューでいいみたいな。そうですね、インタビューで。なるほど。まず、あのターザンさん、ターザンってあのターザンですか？あのターザンです。あのよくコンビニで雑誌の、はい、ターザンさんの、一応インタビューということで特集を組んでもらうという話で、これ終わってからあの錦糸町の方に行って、え、ハイト&ライフ様。2つあるんですか？2つあります。今日しかもシュートのベルト持ってきたんですよ。え、これシュートのベルトです。うわー、すごい。母さん初めてですか？重いですよ。めちゃくちゃ重たいですよ。え、重たいんですか？重たい。物量的に重たいです。触ってもいいですか？いいですよ、つけてもいいですよ。うわっ、これ重たいんですよ。うわ、大きくないけど重たいんですよ。うわ、やっぱりこう近くで撮れることないんで、この記録しておこうっていう。すごい、こうすごいじゃないですか、2本こう並ぶのって。僕も初めて見ますけど、ね、2本並ぶ。うわうわうわ、なかなかないですか。うわ、僕が多分史上初だと思います。シュート、ライジン、はい、1500万です、これ。1500万らしいです。え、これ、はい、え、ここにあって大丈夫なんですか？大丈夫です、ちゃんと自分の手で持ち帰りますから。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、かっこいいなぁ。いいです。ここに乗るわけですよ、ここに。ここに乗る。すごい。うちの親喜びます、これで乗ると。あ、そうですか。本当喜びます。電話かかってきますもんね。まさきさんが一回出ていましたね。堀口さんも出てます。おー、はい、それこそ那須川君も。おー、うん、ここにアクセフって書いてる。アクセフって書いてる、ここに。すごいっす。はい、どうぞ。マークと。すごい。すごいなぁ。あんな短時間で。はい。サクッとこんな綺麗。サクッとじゃなかったみたいですね。職人芸。職人芸。あとで教えたいですね。ベルトの素材を取ろうと思いました。ここでイラストが載るんです。こういう感じで。うわ、すごい。はい。あ、そういうことですか。イラストが載るんです。そうですね。あ、それ。サインを。はい。お。デカデカと書いてます。あ、デカデカと真ん中に。はい。25になってます。そうです。おお。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。面白いですよね。絶対使えないです。絶対使えない。使えない話ほど面白いものないですからね。本当。まあまあこういうね話が、僕もあの来るの分からなかったんで、あ、来てくださったな。まあサインとかも。いや、ありがたいです。
今から錦糸町行きます。電車で行きましょう。さあ行きましょう。次は、ハイト&ライフという格闘技雑誌の取材です。有名な取材です。雑誌あるんですね。いやまあまあ買ったらいいことあります負けたら何もないですいや中原やって斉藤君やってこの後村田かなとで、おこのワンライジン UFC、はいはいはい、俺幸せじゃんっていう、はい、最高ですね病院に行くタクシーの中で言ってました。調子に乗らないようにしょ。すごかったですよね。連絡がねもうずっとブル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 なってて。800何件とか。すごくなってる。すげえな。いや俺なんかもうさ、もう一応ね次の日ぐらいにおめでとうって言うだけど、はい、返事が後編になると思ったら返事が来たからちょっと嬉しくて。全部見るのちょっと近かったんで。ありましたけど。病院も結局3時間ぐらいいましたもんね。そうだろうね。はい。どういう風に変わっていくか。次金髪の姉ちゃんも横におるから時代が違いますか、ね、時代が違います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや聞いててもう一生聞いていたくなるような。おしゃれですか。だったな。 MMA ライターの高島さんですありがとうMMA プラネットでは取材はあれですけどできないですけど、骨格とかハイターンライフとかそういう違う媒体で取材してもらえると僕は嬉しいですけどね。はい、困ったです。一応 MM プラネットは国内はリングはしないということですので、すいません。ケージのみ扱ってるということですね。はい、それなのにね、なんか変着しらとか盛り上がって書いてまうのこんな感じです。なるほど、ありがとうございます。おー、なんか良さげですね本当ですか。このポイントはここにお好み焼きのこの、はい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 、はい、どういうポイントなんですかお好み焼き屋さん行きたいと思わせるような、はいはい、次あるんですか。次あります。まだもう一回ちょっとタクシーで移動です次はちょっとあの宣材写真を撮りたいなと思います。ベルトとあとパンツ、試合のパンツとやりますんで、ケーブさんで場所をお借りして撮ります。ついに、はい、ついに YouTube でもケイブさんにお邪魔できる日が来るとは。試合前すごいお世話になりましたね。うわ、ここでよく練習したんですね。上です。上なんですね、はい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、あ、いや、これはあのプレゼント企画ように、あ、そうですね、あの斉藤さんのツイッターとトライファイトさん、斉藤さんのあのツイッターはいとトライファイトのツイッターですね。はい、承知です。すみません、ありがとうございます、斉藤さん、はい、斉藤さんのご好意でそうなんですね。そうなんですよ、はい、前回もやりましてすごいたくさんご応募いただいて、あのファイトポーズでお願いします。3、2、1、ありがとうございます。次か、アクセフ製品着用の写真ですね。サービスショット OK です。はい、ありがとうございます。オールアップでしたっけオールアップよし、終了です。ありがたいこの話ですね、本当にこうありがたい、ありがたくさせていただきます。すごく面白いですね。多かったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。